かすごい端っこに寄ってますね。いつもなんか一人で真ん中なんですけど、なんかすごい端っこに寄ってて、絵のあれが空白が気になるし、5時の鐘はうるさいしで、なんかちょっといつもの始まりと違います。はい、高梨彩のモザイクストリート始まりました。MC を始めますのは私、ライターの高梨彩でございます。よろしくお願いします。すごい、5時の鐘浅草橋ってこんなにうるさいんですね。びっくりしました。いつもね、日曜日の夕方4時からなので、あの5時の鐘とは基本的に無縁なのと、今日はあの生放送じゃなくて初めての収録なんですよ。だからなんかちょっと初めて来るゲストさんもいてね、あ、ピンポンパンポン言ってますね。すごい、なんかいつもと環境が全然違いますね。私1年ぐらいこの番組やってるんですけど、うるさいな。こちらは高梨彩です。はい、こちらは高梨彩です。あ、で、そう、まあ、ちょっといつもと環境が違うのでね、ワクワクドキドキしながら、今月分の放送をやってるんですけども、実は先月ね、ちょっと夏休みいただいてたんですよ。初めて放送がない月だったんですね、自分の番組の。ちょっとね、あんまり体調が優れなかったのもあったり、まあ、ちょっと全体的にのびのびとお仕事させてもらってて、先月すごいマイペースに生きてました。まあ、なんだかんだでアズーリの特番には2回ぐらい読ませてもらったんだけど、自分の番組やってないっていうすごい不思議な感じで、あの9月を終えてね、あの今月またちょっと本調子に戻ってきていつも通りなんですけれども、あの今月も実はアズーリの方で特番出させてまたもらう予定なので、今週か、そうなんで、あの今月もまた2回高梨が鳥小屋ずりで見れますよと、いう感じですね。いや、本当にそんなに呼んでいただいてありがたい、ありがとうございます。そうで、ちょっとね、これ告知なんですけど、その特番は何の特番で出てたんですかっていう話なんですが、10月27日日曜日の朝11時からですね、鳥越あずーりさん開局4周年記念のあずーりプロレス祭り2024というものが、こちらですね、画像、開催されることになっております。で、私ね、今年声掛けいただいて、アンバサダーとかイメージキャラクターではないんですけれども、当日ちょっと皆さんと一緒に参戦して、選手の皆さん応援させていただいて、実はイベントの最後にですね、もう一人いるひじれえまちゃんっていう女の子とちょっとした発表があるんですね。だからまあちょっとそれはまだ言えないんで、当日が来るまで内緒なんですけれども、これが来るまでのね、特番とかで出させてもらうので、今月の24日エマちゃんと朝11時で特番やって、そっから27日本番のプロレス祭りっていう感じなので、皆さんのなんかちょっと期待がどんどん上がってて、まあ今週なんか助走をつけるにはいい週じゃないかと思っております。ありがたいです。なんかもうチケットを購入してくださった方も結構いるみたいで、鳥小屋ずーりさんの公式通販のベースの方からですね、チケット買えます。まあ、E プラスでも買えるんですけれども、ベースだとちょっとお席の指定できたりとか、あとそのひじれえまちゃんと私高梨彩のなんかチェキ付きの券も今発売中でして、まあ、なんか早速ね、ご購入くださった方から私の DM で買ったよなんて連絡もあったりして、あ、こちらですね。そうなんですよ、これチェキついてるだけじゃなくって、私たちのそばで一緒に観戦できるっていうスペシャルなチケットですね。エマちゃんはまあプロレス大好きなんで、不女子なんであれなんですけど、私全然まだまだ初心者なんで、ちょっとアヤに教えながら見たいなとか、それ教えたがりおじさんいたらね、8000円出して買ってくださいチケット教えたがりおじ、この日に限って待ってますから。私もそう、これ朝ね11時から、まあ、夕方ぐらいまでですかね、イベントで、もうオープニングセレモニーから結構みっちりと入ってまして、
ただただ何ですか、普通のライブハウスのイベントみたいには、例えばですけど11時会場で11時半開演の間はもうずっと待ってるだけとかじゃなくて、もう始まった瞬間からちょっとセレモニーが実はあるんですね。だから待ちぼうけしなくて済むというか、逆を言えばもう入った時からずっと何か催しがっていう感じなので、皆さんくれぐれもちょっと遅刻はしない方がいいかなとは思います。せっかくねセレモニーまであってちょっともったいないので、ちょっと朝早いんだけどね、朝11時で新宿フェイス歌舞伎町のど真ん中、あんまり11時から行きたい場所ではないかもしれないですけどね新宿フェイスって私クラブとか好きな女なんで、新宿ワープってところとかあって、その近所なんですけど、まあ、新宿ワープの隣ってぶっちゃけ有名な東横なんですよね。朝から治安の悪いところにプロレスファンたちこんな駆けつけるんだと思うとちょっと不思議な気持ちになるんですけれども、なんともぜひね1年に1回の催しなので、もちろんねまた5周年6周年ってやっていくことは確かなんですけれども、まあ、やっぱりその年の催しはその年しかないですし、毎年毎年出るその選手が同じなわけではないので、去年出てない方もね結構今年は初登場でいらっしゃいますから、まあ、よければ皆さん27日日曜日ちょっと家でダラダラしてたいなって日曜日だから思うかもしれないですけど、もうどうせ今年もあと1ヶ月ぐらいしかないんで、多分貴重な日曜日8回あるかないかじゃないですか今年も。なんでちょっとその1日をね鳥小屋ズーリンズに捧げていただければ、そしてなんならね私のそばで見て私のなんかちょっと懐を潤わせてくれようじゃないかみたいな、そういうちょっと奉仕精神のある方待ってます奉仕してください。奉仕されてなんぼの商売なのかちょっとわからないですけれども奉仕されてなんぼの商売なので、で夏休みいただいてる間そんな感じでですね、まあ特番に出させてもらったり、ちょっと執筆のペースを落としたりとかはしていたんですけど、まあなんかマインドなニュースさんっていうちょっと大阪の方のメディアで新連載始まったりだとか、あと実はこの後もねニュース系のちょっと真面目なサイトさんで私自身の連載もう一個増えるんですね。だから本当になんかごくわずかな夏休みぐらいしか実はいただいてなくて、あとは水面下でいろいろ走ってたんで、なんかなんだろう、虫取り網持って駆けずり回る小学生みたいな夏休みはぶっちゃけ取れませんでした。まあいいかなそれで。なんか一回休むとね私永遠に休んじゃうので、なんか夏休みって表向きで言っときながら水面下でちょっとダラダラいろんな企画を進行させてる方がなんか向いてる気がするんですよね。そうじゃないとですね本格的に休んじゃって、私忘れもしないですよ、コロナ禍のとある年末ポケモンをスイッチでやり始めちゃったんですよ。めちゃくちゃ遅ればせながらダイバーリメイクを、友達からスイッチとソフト丸ごとタダでもらってたら、なんか1週間以上のゲーム配信してもう年末年始の休み終わってるぐらいまでずっとポケモンやってたんですねなんでそういう風にしっかり休みを取っちゃうと戻ってこれないタイプになるので、なんかマイルドなお休みぐらいが一番ちょうどいいなと思いました。マイルドなお休みを取ったんでこうやって今こうやってなんて言うんですか、シャバに私は戻ってこれたんですよ。シャバに戻ってこれなかったら多分プロレスマスリーね欠席してると思う私特番も欠席してる気がしますね。てかオファー受けてないんじゃないでしょうか。だからよかったです、なんとか戻ってこれて、だからまあ戻ってこれたんで来月も再来月もその先もこのねモザイクストリートやっていくんで、まあ引き続きよろしくお願いします。お休みありがとうございました。でですね、お休みを1ヶ月挟んだ2ヶ月ぶりのラジオなんですけど、まあ、1人でこうやって喋ってやるのもいいんですけどね、ちょっと可愛い女の子不足だなみんなって思うんですよ。私のファンの方は、あ可愛い子の女の子そこにいるじゃんって言ってくれる、そういうお世辞は越してないんでいらないんですけれどもなんかちょっとキュートな子を呼びたいなと思って、なぜ私のラジオ番組変わった人オンパレードみたいな感じで、なんか珍獣大集合みたいな動物園みたいな感じの番組になってるんですよなんかやらかす事件をやらかす人は起きるし、なんかぶっちゃけるグラドルとかたまに出てくるし、同じ人2回こすってること多いんですけどね、なんか
なんでちょっと可愛い可愛い、しかもなんかこういうラジオ初出演だっていう女の子が来てくれてるんですよ。だからその子の初めてを奪ってやろうっていう、あのこの大人の悪い考えと、まあ、みんなの可愛い女の子見たいよっていうあの要望にちゃんと応えて、皆さんのお声にあの応えていくスタイルをとってるのでね、今日は可愛い子が来てくれたんで、ちょっと後ほど紹介したいと思います。あのこの後登場しますのでね、あのどうぞお楽しみに、最後までお付き合いください。はい、じゃあありがとうございます。なんかちょっと早く可愛い子見せろみたいな、生放送だったらそういうコメント来てるんだろうなお前ババアはもういいんだみたいな、ババアの喋りはもういいんだって言われそうだから、ちょっとあの可愛い女の子呼びたいと思うので、あの来ていただきましょう。じゃあ呼んでください、スタッフさんお願いします。ちょっとあのこんだけあの引っ張ってるんで、あんまり引っ張るとみんなあの聞かなくなっちゃうので、はい、じゃあ来てくださいました、どうぞ。珍獣来ました、美少女珍獣来ました。こんにちは、初めまして、よろしくお願いします。じゃあちょっと改めてね、あの可愛い女の子来てくれたんでご紹介したいと思います。じゃあ本日あのゲームの歌い手でね、しかもあのバイク女子っていう、あの珍しい、界隈では珍しい、あのね、そんなあのかっこいい顔を持つあの初登場、水瀬ゆいちゃんです。はい、水瀬ゆいでございます。よろしくお願いします。ゆいちゃん今日よろしくお願いしますね、はい、ラジオ初めてだそうで。初めてなんですよ。どうですか？めちゃくちゃ緊張してるんですけど、初めてこんな番組で大丈夫ですかいやありがとうございます。もっと文化放送のさ、あの A&G とかじゃなくの方が多分絶対いいですよねそんなそっち やばいですよねA&G とかの方が良かったですよね。いやありがとうございます。良かったです。もうじゃあちょっとゆいちゃんにですね、はい、あの簡単自己紹介でいいんで、自己紹介してもらってもよろしいでしょうか。あ、はい、水瀬ゆいです。ゲームの歌を歌ったりとか、うん、あと今バイクに乗って、うん、ブイブイ言ってます。なんかあの二十歳超えてヤンキーになっちゃったみたいな二十歳超えてヤンキーになっちゃった感じですか。いやそんなことはないんですけど、はいはいはい、いやバイクが、うん、いやちょっとね、新たなチャレンジとして、はいはいはい、ちょっと乗り始めて、うんうん、まだバイク乗り始めて時間そんな経ってないんですけど、うんうん、最近はもうずっとバイクに乗ってますね。あ、なんか確かに歌とバイクって、うん、あのなんていうか直接的なつながりはない感じはしますよね、うんうん、そうですね。ただ、うんうん、あのバイクヘルメットでずっと音楽流せるんで、はいはいはい、そう、音楽流しながらツーリングしてます。あ、そうなんだ、はい。まあ、実際歌い手さんやられてる時のね、私お写真とか見させていただいたんですけれども、はいはい、すごいライブやってるやつ盛り上がってて、ちょっとスタッフさん出してもらっていいですか、ライブ画像。これね、めっちゃ盛り上がってますよね、はい、そうなんですよね。すごいキャパも広くて、はいはいはい。これどちらなんですか、会場。渋谷の、はい、ちょっとホール名忘れちゃったんですけど、ホールなんだこれ。ホールっていうかライブ会場、ライブハウスよね、うん、きっと。そうですね、ここは渋谷ですね。これ何 あの曲歌われたんですか。これでこれは、うん、美少女ゲーム。美少女ゲーム、おー、私昔年齢ごまかして買ってましたよわかりますわかります。年ごまかして通販昔ザレだったんですよ。買えたんですよね。買いましたね。なんてタイトルのですか。これはラズベリーキューブっていう作品ですね。ラズベリーキューブ、あー、はい、スイッチ版にね移植されるぐらい人気でね。そうですね。でこの赤い髪のこのエンディングを歌わせていただきました。はいはい、あれなんだルートによってルートによ、そうなんですよ。メインキャラクターのエンディングってトゥルエンドだよね。まあ、うん、なんかあの、まあ、オープニングが1個あって、はいはい、で基本的にこのここだったら4人分エンディングがあって、はいはいはい、それぞれ、そうなんですよ。すごい、メインキャラのエンディングってすごいですよ、めちゃくちゃ。いやそう、可愛いし、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いんですよ。そうそう、スイッチに移植されるぐらい人気っていうのって、やっぱ美少女ゲーム界ってかなり人気でないと移植されないので。そうです ねだからすごいなと。あともう一個なんかやってるんだっけ、曲も。あ、そうです、もう一個は、うん、アイキスっていう、アイキス、あ、こちらですね。これも移植版ですね。そうですね、スイッチで移植してます。これもエンディングですか。そうです。これはちょっと映ってないんですけど、はいはいはい、純子っていう子のエンディングを歌わせていただきました。はいはい、専用エンディングってすごいよね。そうなんですよ。それは一人一人用意してて、そうそうそう、しかもましてその攻略
キャラを歌わせてもらえるってかなりすごいこと。ありがたいですよね。だってメインキャラってその100人とかいるわけじゃないからさ。そうですね、大体4人とかですもんね。そうそうそう、ゲームのキャパ的に無理なんで、そんなに、うん、最近のだから美少女ゲームってねすごいよね。そう、進化してますよね。進化してる。なんか動くとかもあるらしいですよね最近はね、うん、なんか昔で言うその紙芝居じゃなくなってて、しかもこれ多分どっちも学園ものだよね。そうですね、うん、でどっちも学園ものですね。でも学園ものって言ってもなんか昔のよくあるさ、あの、うん、とりあえず恋愛して学校一緒に行って終わりみたいなのじゃないパターン、うんうん、なんかそう話も結構深掘りされてたりとか。そう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 、もう今美少女ゲーム界もなんか紙芝居っていう風に言われるのはだいぶ失礼な感じだよね。あ、そうですね、もうなんか本当にクオリティがどんどん上がっていくから、すごいね、すごいですよ。それのエンディングをなんかしかも2つもやらせてもらってるってことで、本当にありがたいことですね。歌い手さんとしてはもうかなりあの実績がねある方で、ね、ちょっと今回ねゆいちゃんなんかそんな感じであの面白い経歴持ってるっていうのもオファーを出させていただいた理由の一つなんだけど、はい、あと共通の知り合いがいてね。そうですね、そうそうそう、ゆいちゃん気合わせてもらってで、なんかちょっとこんな珍獣大集合番組に呼んでいいのかなっていやもう私も珍獣なんで歌い手って珍獣の部類に入るのかなやらかしてる人みんな珍獣だよね歌い手でね。そうそうですね。そうで、まあ、アニメゲーム界隈も私好きだからね、うん、なんかしかもちょっとなんか後で企画の後であの言いたいこともあるんだけれども、うん、若干なんか刺激的な要素も、ね、持ってるらしいんだよこの番組に合いそうな。いやそうだといいですけど、なんか珍獣の血が入ってるらしいんだよねどうやらただの犬とか猫とかじゃなくてあの絶滅危惧種トキとかさかんない、ワニガメかもしれないんだけど危険生物のなんか血が入ってるらしいっていうので、はい、ちょっとお呼びしたんだけどね、はい、まあ、大体あの初めて呼ぶ人にはねあの無難な質問してるんですよ、はいはいはい、皆さんに、はい、いきなり最初からなんか攻め込んだ、うん、あの質問をすると嫌われちゃうから私がそんなことないそんなことない嫌われちゃうから、はい、そうそう、だからちょっと簡単なね質問させてもらってるんですけど、はい、ちょっといいですか。はい、何でしょうか。はい、じゃあちょっとゆいちゃんに聞きたいんですけれども、はい、なんかデビューの年っていつなんですか。2018年ですかね。コロナちょい前みたいな。そうですね、うん、2020年前後全部コロナ前コロナ後っていうと超便利って確かに分かりやすい、分かりやすいかもコロナちょい前ぐらい。そうですね。一番始めた仕事はどれの。最初がラズベリーキューブの。いきなり。そうなんですよ。さっきのゲームの主題歌とかエンディングがいきなりだったの。そうなんです。それもあの共通の知り合いに、はいはいはい、か歌できるかもしれないからオーディションやってみるかみたいな。オーディション受けたんだ。そうなんですよ、はいはいはい、で提出させていただいてで通ってみたいな。そうですね、なんか結構ほらアイドルとかから叩き上げてくる子とか今多いじゃない。ニコニコとか YouTube に投稿して、ね、うんうんうん、なんかシンデレラストーリーだよね。もうなんかオーディションのねなんかあの私はその実際現場に行ってのオーディションじゃない、もう、まあ、デモテープだよね。そうなんであんまりその詳しくどういう審査が通ったとかは分からないんですけど、はいはいはい、いやでも逆にそれすごいやつよ。いやそう、うん、ありがたいですよね本当に。本当だ、対面オーディションだったら、まあ、ぶっちゃけさ、うん、私たちもなんか人間だし向こうも人間だから、うん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 、ちょっとルックスだったり人間味とかなんかそっちの情が入っちゃうこともあるんだけど、デモってもう割と一発勝負というかさ。まあそうです ね、なんかたまたまその知り合いがスタジオを経営して、はいはいはい、でスタジオで撮ってもらって、うん、でちゃんとこう調整もしてもらって、でそれ出させていただいて。すごいね、はい、いきなり主題歌か。そうなんですよ。逆になんかそういう仕事をしようと思ったきっかけみたいなのってあるの。もともとそういう仕事がやりたくて、うん、はいはいはい、なんかまあ、例えばモデルだったりとか、はいはいはい、そういう、まあ、芸能活動っていうものをやってみたくて、はいはいはい、でずっとやりたいなっていうのはずっと思ってて、うん、でいろんなところ応募したりとかはしてたんですけど、はいはい、あ、そうなんだね。でたまたまなんか知り合いに声がかかっ、知り合いから声かかって、うん、で歌やれるかもしれないからみたいな。奇跡だね。そうなんですよ。そうだったんだ、はい、じゃあいきなりもう主題歌っていう結構さ重めの仕事なわけじゃない、ぶっちゃけ。そうですね。そうそうそう、プレッシャーはすごかったです。だってもう企業さんがいて、その、はい、しかもキャラクターのさエンディングっていうとかなり重いと思うのよ、はい、そうなんですよ。しかも
1曲目がかなり難しくて、あ、まあ、歌が聞いた曲結構難しい難し今流れてるのそうなんですけど、そうなんですよ今、そうですね、ちょうど流れてる曲が、うん、あんまりあの簡単なリズムの曲というかあれじゃないよね、難しい、キーも難しいしリズムも難しいから収録は結構時間はかかっちゃう、ね、やっぱそうだよね。え、嬉しいとさプレッシャーぶっちゃけさどうだったの、いきなり決まったって聞いて。え、もう最初は逆に何も知らない状態だったから嬉しいしかなかったんですよ、はいはい、逆にね、ただそれがどんどんライブやるとかになってきて、うん、まあそうだよね、でどんどんプレッシャーがもっと大きくなってって、うんうん、でライブも最初あのさっき画像で出したやつが一番最初に出たライブなんですよ、はいはいはい、あ、俺一番最初のあの規模なんだ、そうなんですよ、うわ嬉しいけどなんかそうなんですよ、いきなりの大きな舞台だもんね、もう緊張やばくて、うん、しかもあんなにオタク、そう今ここ出てるけど、そう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 、だってこれパッと見さ私どこの箱かわかんないけど絶対5、600入るであろう箱だよね、かなり大きかったですね、いい人です、あ、2階とかもあったんで、いい人じゃないのこれワンちゃん、じゃあ どこだろう、いい人だったらもっと入るんですよ、あ、なんか、うん、名前ちょっと忘れちゃった、そうでもかなり入るなっていう、そうですね、まだこっちとか見切れてるんで、そうだよね、うん、だって生楽器じゃんこれ、あ、そうです、生演奏だもんね、カラオケバンドじゃないから、そうなんですよ、え、これいきなり、でも嬉しいねこれ、そうですね、もうだともうこれは嬉しいわ、で出る前緊張しすぎて、うん、あんま覚えてなくて、そうだね、だってこれ、まあ、当たり前だけどゆいちゃんだけじゃないわけじゃない、あの出演者の方が、ね、はい、あのソフトさんがやっぱり呼んだ、そうです、ね、何人かいて、はい、だって4いたら4人分とかプラスオープニングの人とかだとさ、そうそう、結構な人数で、声優さんとかもいたの、声優さんは来てなかった、はい、あ、でも楽曲の人だけでこんだけいるってなって未経験というか初心者は割とハードル高かったね、そう高かったです、でもこれをこなせちゃったのすごいね、いやもうやるしかないみたいな、でもできちゃったのはマジで本当もともとやっぱあるんだなって感じだよね、才能が、え、でもちょっと大変だった、やっぱライブとか収録とかさ、なんか裏話じゃないけど、はい、これがやっぱ歌い手ってこれが大変みたいなのあんの、なんかそのもう本当にいきなりこのお話をいただいたので、そうだよね、ちゃんと歌を習ったりとかしてなくて、ボイトレって言ってたりとかでもなく、そうなんですよ、え、すごー、なのでその収録中に教えてもらいながら、あ、え、じゃあ指導プラス収録みたいなそう、めちゃくちゃ時間かかっちゃって、すごいね勉強しながら実際実践っていう現場で学ぶって感じだったんだ、そうなんですよ、収録しながらここもうちょっとこういう風に歌っ、あのこういうところに力を入れて、はい、こういう風な感じで歌って、はいはい、たら歌える、うまく歌えるからみたいなことを言われながら、はいはいはい、それ大変、ただ泣きそうになってました、泣くよそれもう私嫌ですってならなかっただけめっちゃあれだと思う、なんかで、うん、もう時間押しすぎちゃって次の収録の方とかも来ちゃっ て、いやでしょう、そうなんですよ、むしろ1日で終わったのそれはちゃんと、あ、終わりました、ぶっちゃけ何時間かかった、4時間ぐらいかかったかな、本当に、はい、本当は 2,3 時間予定だったんですよ、いやでも初心者で4時間だったらいい方じゃない、いやだってギリ 2,3 時間でさプラス1時間押しじゃん、まあまあそうですね、って考えたらそんなに1時間押し、ね、なんか3時間押しとかじゃないからまあ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 、そうそうそう、かなり出来が良かった方だよね、いや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 、うん、本当にそれ迷惑かけてしまってね、いやいやいや、クリエイターさんだって投げ出して結局さできなくって急遽そのありますね、ね、歌以外もあるじゃない、うん、ありますあります、イラストとかだし、ね、私の世界でもライターの世界でも、はいはいはい、かけなくて放り投げて誰かが巻き取るってありますよ、 ありますよね、あるあるある、だからやっぱやっでちゃんとこなしてライブまで出てっていう、もうなんか初心者とは思えないぐらいさ、もうやるしかないの精神でね、結構責任感もあるしプロ根性最初からあったからね、こうやってなれたんだなっていうのは今聞いててめっちゃ分かった、だってぶっちゃけ投げ出そうと思ったらいけますから、いくらでもこんなの、まあ、逃げもう何回もでも逃げ出そうとはしました、逃げたくなるよね、逃げたくなる、人前で歌うってライブも緊張するけど、あの収録の瞬間ってさ、はい、分かる、なんかそのプロ集団の、ま、前で歌うみたいな、そうなんですよ、プロ集団の前で仕事するってさ、そう、あの特にその1個目の方は本当にいっぱいいろんな人が来て、そうだよね、でもう撮ったんで、もう超もうその時点で緊張するのにいろいろ言われるから、ね、あ、もうどうしようみたいな、分かんないよね、 そんな風に言われても、ね、そうそうそう、じゃあもうなんか最初のステージがいきなりなんていうの
あの草むらじゃなくていきなりさジムリーダー行っちゃった感じするからさそこからいきなりじゃバイク行きましたとかさ、はい、あの違うフィールド行ってももう鍛えられてるから最初に、いやそうですかね、うん、鍛えられてる、なんか最初のステップがすごく良かったんだなっていう、まあ、そういきなり飛び込んだ感じですもんね、うん、だってみんな結構大体さ地下アイドルとかで例えばだけど、ね、練習したりとかそう始めてさそうもうメンバー顔合わせて衣装着て、うん、ダンス着てライブやって重ねてってっていうなんかさあのモンスターボールスーパーボールハイパーボールマスターボールじゃない、うんうんうん、普通だけどゆうちゃんの場合っていきなりもうマスターボールぐらいから行ってんだよねハイパーボールとかスーパーボール使ったことないよぐらいのさ、ね、だからいきなりプロ意識叩き込まれてるのがさ多分なんか逆にすごいあの良かったパターンというかさ飛躍できるパターンなんだろうね。でさ私バイクの話聞きたいわけ、はい、はいはいはい、その歌えてからいきなりバイクってそのさっきも言ったけど、うん、ちょっと異業種じゃない。そうですね、別に歌えてやめたわけじゃなくて並行はしてるけど今やっぱバイクの比重が結構大きくなってるって言うから、うん、なんかちょっとしかも私免許持ってないんですよ、うんうんうん、どっちも、うん、だから知らない世界だし車もないの、うんうんうん、だから界隈しかもバイク界隈とか車界隈って女性少ないんだよ ね、はいはいはい、全体的に、はい、うん、だからちょっと今回ねバイク女子の世界についてね聞いてみたいと思います。こんな企画ご用意しました、はい、題してバイク女子の裏話聞かせてゆいちゃん、イエーイ、パチパチパチ、もうなんか多分説明する先にゆいちゃんのかっこいいねバイク姿見てもらってから言った方がいいと思うんで、ちょっとスタッフさん画像ね、あの2枚お願いします。これめっちゃいい写真だね。そう、すごいいい感じですよね。これすごいよね。どこ？港未来？読売ランドです。読売ランド。はい、ああ。なんか読売ランドに何だろう、ジェットコースターがバイクに乗ってると怖くなくなるって聞いて。ああ、そういうことか。で行ってみたんですよ。はいはい、怖くなくなってました。多少やっぱ怖いんで最初怖いんですけど、うん、あれ？いけるみたいな、 あのなんだろう、胃が持ち上がる感じっていうの、そう、少ない、確かに、でもバイクのね、そうだよね、びっくりして、本当だと思って、そうなんだ、じゃあ読売ランドでちょっと楽しみつつも写真も撮ったやつなのね、これは。そうなんです、もう一枚もお願いします、ね、これ海です、これは海なんだ、海です、砂浜です。これどこ、あのチリ浜っていう、チリ浜どこや、後でちょっと説明しようと思うんですけど、はいはい、SSTR っていうイベントで、ほうほうほう、チリ浜に行ったんですよ、はいはいはい、でこの砂浜なんですけど、はい、車とかバイクとか通れる砂浜、はいはい、あ、めっちゃ通った後あるもんね。そうなんですよ、うん、で夜暗いんですけど、暗いね、そういいですね。ちょっともうすでに専門用語が出てきてるので専門用語ではないですけれどもちょっとねバイクについて聞いていきたいと思います。はい、まあ、そもそもね、あのいきなり始めたきっかけ、まだ免許取って浅いってことなんだけど、はいはい、あのきっかけ教えてほしいです。あのなんかコロナの時期にちょっと暇でどうしようかなと思って、ウーバーでもやるかみたいな、バイト、そう、ちょっとウーバーでもやるかみたいな思って、チャリでやろうって頭なかった、チャリでやろうって思ったんですよ最初。ただチャリでやるとちょっとめんどくさいくないって思って、その、まあ法律ね、こなしたりとかもするのもそうだし、法律もそうだし、ちょっとめんどくせえなと、ね、じゃあこの機にちょっと免許取ってみるかと思って、はいはいはい、で最初小型の免許を取ったんですけど、はい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 、一発で取れた人、一発で取れました。あ、素晴らしい、落ちまくる人がいる世の中で。あ、でも最初にね、あの車の免許持ってたんで、あ、じゃあ学科ないんですよ、チート使えた感じ、そう、うん、学科ないから、はいはい、運転だけだね、そう実技、そうなんですよ。あ、まあ結局ね、コロナ、あ、じゃあウーバーイーツやんなかったんですけど。なんでやんなかったの？なんかコロナも明けて普通に仕事とかもできるようになってきて、あ、なるほどね、もう別にいいやみたいな。じゃあ割と取ろうと思ったのコロナ後半でしょそれ。あー、いや、真っ只中くらい。真っ只中で取ってやんなかったの？やんなかったです、ね、なんか結局私すごいデブ症で、はいはいはい、お家大好きなんで、引きこもりなのね、そう、結局でやんなくて、でまあそのまま小型免許どうすっかなみたいな思ってて、で私あの首都高がめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、はい、首都高ね、はい、もう大好きです。高速好きな人、そうなんです。で特に首都高が大好きで、はいはいはい、なんか首都高って壁が低いんですよ、うんうん、だから景色がめっちゃ見えるし、確かに、うん、都会キラキラしてて綺麗だから、夜綺麗だよね、首都高はね、めっちゃで
首都高乗りたいと思って、でも小型じゃ乗れねって、小型ダメだね。で中型にステップアップしたみたいな感じ。そうなんだ。そうなんですよ。まあ、でも免許取るのはそんな大変じゃなかったっていうからさ、なんかね、なんかそれはいいことだわ。あのセンタースタンドっていう、はいはい、バイク自体を持ち上げるスタンドがあるんですよ。はい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 、でそれだけがちょっと苦戦した感じ。あ、そうなんだ。なんで苦戦したかっていうのは自分で分析できてるの？やっぱあのコツがいるんですよ。はいはいはい、バイクって重いから持ち上げたら絶対持ち上がんないんですけど、まあ、持ち上げる人もいるけど、でもそのセンタースタンドは、そんな会員持ってないよね。コツがいるんですけど、そのコツがつかめなくて。あー、なるほどね。で結局なんか曖昧なまま、でも私が今乗ってるバイクにはついてないんです、うん、センタースタンドが。そっかそっか。だから結局まあ使わってないから、まあまあまあみたいな。まあ確かに取れたしね、免許も、ね、そう、それ以外ももうすんなり取れて、一回も落とさなかったんですよ。え、すごいね。そうなんですよ。よくヤンキーがさ、あのなんか実技は経験で筆記落ちたみたいな。それはね、もうやついるんだよ。免許持ってるから筆記いらないから、うん、それはすごいいいチート持ってたよね。そうそう、ね、うん、筆記何回も落ちる人っているからね。あ、でも筆記一回落ちましたよ、私。やっぱ落ちるんだ。いや、3回落ちたやつとかいるからさ。いますね。ね、あのちょっと引っ掛け問題っていうかさ、意地悪って言うじゃないですか。徐行のなんとかがとか言い回しがね、あれね、引っ掛かるっていうのはあるけど。でもやっぱ免許すでに持ってる状態からの免許だから。そうなんですよね。そうそうそう。だからもうレベルゼロじゃないっていうのが早く取れたっていうのもあるかもしれないね。うんうんうん。え、でもどうだった、いざバイク乗ってみて、首都高行けたりとか。いや、まあ、首都高はもうすぐ行ったんですけど。すぐ行ったの？すぐ行きました。すごいね。いや、もう首都高、やっぱり首都高め乗りたくて取ったようなもんだから。そっか、憧れの地には行かないとね。そう、もう最高でしたよ、首都高は。だからバイクって乗ってる時楽しいんですけど、うん、はいはいはい、乗るまでがもう超大変なんですよ、はいはいはい、ヘルメットも大変だし、まあ、そうだね、服装も限られるし、うん、髪型も限られるし、ね、ヘルメットかぶってると化粧も落ちちゃうんで。あ、待って、こもるでしょ、めちゃくちゃ。そうそうそう。で、あのここぎゅうぎゅうだから、そう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 、あの全部持ってかれちゃうし、化粧が。こんな髪型してさ、ヘルメットかぶれないじゃん、ね、私みたいな。そうなの、そうなの、うん、で、あと長いと絡まったりとかもしちゃうから、うん、結んでないといけない。そうだよね。そうだから一本結びにしてないとダメだったりとかするから、うん、そういうのもめんどくさいところがめちゃくちゃ見えてきて、うん、え、じゃあさ、よくさ、ルパン三世で峰不二子がさ、うん、あのバイクからなんか降りる前にこうやってやってさ、もう髪の毛ファサッとなってんじゃん、あれはやっぱアニメだから、うん、アニメだから。もうそんなことね、不二子めっちゃ髪綺麗じゃんみたいな。もうありえない。ありえないよね。このまま高速乗ったら、うん、串通らない。そうなの、うん、もうやだ。じゃあ不二子のあのツヤツヤヘアおかしいんだ。絶対ありえない。めっちゃ、だって髪さ、ペシャッともなってないし、なんかあのふんわり系がね、維持されてるじゃないの。前髪とかもぺったんこになっちゃうから。そうだよね、湿度とか。ドライヤー持ち歩いてます。え、ミニサイズの、あのハンディドライヤー。ハンディ持ってるんだ。そう、アイロン、ヘアアイロン。そっか、あのコードレスの持ち歩いてる。じゃあさっきさ撮ったかっこいい写真とかってあんまペショペショ感ないけど、あれは撮る人がいないの？あれは多分、うん、もう行ってきた後これですね、うん、だからしばらくヘルメット取ってた状態だからか。そう、ちょっと乾いてんのね。そうそうそう、取ってすぐだと特に夏場とかは汗かくから、はい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 、もうここら辺ぺったんこだし。あ、そうだよね、うん、でもあとこれね、横髪とかも折れちゃうから。そう、姫カットの彦とかさ、ね、そうそうそう、がっつりピチャってなっちゃう。服装も大変でしょ、だって服装もね、もう絶対ジャケット着ないといけないし、うん、もう寒くなる時期だよね、これから。めちゃめちゃ寒、冬はマジで大変です。ライダーってそう、あの防寒用あるじゃない、そのライダー用とか。そうそう、一応で、あと電熱、あれね、あったかくなるやつとかもあったりとか、うん、ただね、充電が持ちがね、そうなんだ、長時間はちょっと使えなかったりとか。だからね、夏冬は結構大変。あ、でしょう。こんだけだって今年の夏もまあ暑かったしさ、うんうんうん、あの冬は冬でほら、こんな高速出すのが寒いじゃない。結構寒暖 の調節っていうのはライダーさんかなり大変だよね、うん、大変ですね、うん、そこが一番大変なところではあるかもしれないですね。うん、まあ、女性だったら化粧とかも大変だしって感じ。え、着込むって全部着込むの？なんかその私の場合は、うん、上3枚着て、うん、ジャケット着て、その上にウィンドブレーカーみたいなやつ着る。でズボンは裏起毛のタイツ履いて、うん、はいはいはい、ズボン履いて、その上から風通さないズボン履くみたいな、うん、え、2、3枚履いてるってこと？そう。え、
え、それさ、おトイレ行くときどうすんの？え、もう全部バッて。なんかすいませんね、こんな質問して。全部バッて。ちょっと全部バッて3枚いけますか？あの、下ろせる？あ、上2枚はいけ、タイツがちょっと、うん、あの引っかかるかもしれない。タイツが引っかかるんだ。でもまあ基本的に冬はサラサラしてるから、肌が。夏の方がベタベタしてるでしょ。おろすの大変だけど、はいはい、冬場は3枚履いてても意外と一気にいけるか。そうなんです。あの、なんかよくいたずら小僧がほらなんかパンツおろすみたいなさ、あんな感じでさっていけるのかなと思って聞きたかったんですけど、もう違う、あ、パンツは下げないか。あの、いたずら小僧はスカートめくる方ね、パンツおろしは大問題ですね。なんか私何のアニメ見て育ったんだろうね。いたずら小僧パンツ下ろしてたイメージあったんですけど、なんか そのイメージで喋ってたんですけど、今私結構問題なこと言いましたよね。そう、あのスカートめくる方ね。なるほどね。まあ、スカート履いてさすがにバイク乗れないですからね。あ、でもスカート履いてバイク乗りましたよ。え、乗ったよ。だってヒラヒラして巻き込まれないの、あれ。いや、巻き込まロングじゃなければ、ロングじゃなければいける、大丈夫。パンツは見えるかもしれない。後ろの人に大サービスじゃん、そんなの。でも一番の問題は、はいはいはい、意外とあの太ももがタンクにくっついちゃって、はいはいはい、足が下ろしにくいから、うん、いや、ダメだなって思って、うん、で下にズボン履くようにしてます最近は。そうなんか、これ掘り下げたらさ、多分ほとんどなんかかなり面白い話めっちゃ出てきそうなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとさっき SSTR っていう単語が、あの、我々に馴染みがない言葉が出てきたからさ、それは、そうですね、さっき あの写真もそうなんですけど、はいはいはい、SSTR って言って、サンライズサンセットツーリングっていうもので、かっこいいよね、それ、テキーラサンライズみたいなマシンじゃん。なんか太平洋側のスタート地点なんですけど、はい、そこ好きなところからチェックポイントスタートができて、はいはいはい、でそれから、日の出から日の入りすげえまでに、結構過酷だ。そう、反対側のチリ浜に向かってゴールしましょう。さっきチリ浜って、はいはい、あ、これ出てますね。そう、あ、これね、日没までにゴールしなきゃいけないんですけど、うん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 、で私はあのちょっと間に合わなくて、はいはい、ある種トライアスロン的な感じではあるよね、まあ、バイクだけだけれども。そうですね、なんかチェックポイントタイムアタックっていうかしら。そう、太陽とタイムアタックみたいな感じで。そうだね、うん、でチェックポイント回って、はいはい、でゴールしようっていう感じのやつなんですよ、うん、今年初参加。今年初参加です。どうだった？でも超大変だったんですよ。いや、なんか今聞いてるとめちゃくちゃ過酷だから。いや、なんかやっぱその下道とかって信号とかで止まるのが結構めんどくさいっていうか、結構辛いんですけど、高速だったらこうずっと信号ないから、だから長い距離の高速乗るのも楽しみだったし、まあそうだよね、遠く行けるっていうのも楽しみだったんですけど、あの、なんせチェックポイントが下道と高速とでこう取っていかなくちゃいけなくて、はいはい、で、あの、もう想像以上にきつくて。そうだね。しかも初参加だからさ、ちょっと分かんないわけじゃない。そう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 、ね、去年の例年のあれがとか比較対象もないからさ。そうなんですよ。だから高速も走って意外と30分とか1時間とか30分でもういろんなところ痛くなってきて。そうだよ、だって乗りっぱだもんね。そう、あ、バイクって意外とこんな疲れるんだみたいな。やっぱ女性だからさ、やっぱ体力も男性に比べるとね、そう、少ないっていうのも、まあ、あともともと引きこもりで体力ないっていうのもあるし。やっぱりちょっと小柄でさ、やっぱ大きめのバイク乗ってたりすると大変でしょ。そうなんですよ、あの、手が後ろに座ると手が届きにくくなるから、タンクの上に座ってるんですよ私。それもなんか姿勢はやっぱちょっと、ね、変わった姿勢取ってんのも疲れるポイントだね。そうそうそう、まためっちゃ痛くなる。あ、また痛いんだ。また痛くなる。あ、しばらく使い物なんないそうですよ、また。大丈夫ですか、このマネージャーさんとか私怒られないですかね。大丈夫、大丈夫。後々なんか苦情のメールとか来そうですね。こんなこと言わせましたねみたいな。大丈夫、大丈夫。SSTR でも来年も参加する予定なの？予定は予定ですね。もう次は絶対に、うん、絶対綺麗だからゴールしたいよね。ゴールしたい。自分の気持ち的にも実績的にもね。ゴールはもう明るいうちにゴール絶対したいから、ね。え、でもバイク経験してじゃ1年ちょいぐらい。そうですね、ちょうど1年丸1年ぐらい経ちました。なんかまあ多分まだ界隈ではさ、新米さんの方だけど、うん、もう濃い1年をさ、はい、過ごしてるわけじゃない、はい、なんかさ、これって裏話さ、この番組に合いそうなさ、はい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 、これって裏話あったら。いや、もうなんかさっきもね、ちょっとね、うん、トイレの話が出たんですけど、すいませんね本当。バイクってあの身がね外に出てる分、はいはいはい、
なんか匂いとかすごい感じられていいところなんですけど、うんうんうん、寒いし暑いし、あの濡れるし、はい、大変なんですね。何がですか？あのまたがですか？もう怒られるんだろうな、私。体が大変なんですよ。はい。であのやっぱ寒いのと雨に濡れる、はい、で夏でも雨降っちゃうとその火がね、はい、あの蒸発する熱で冷えてくるじゃないですか、はい、するとトイレがめっちゃ近くなるんですよ、はあはあはあ、であのコンビニ、田舎の方だとコンビニが少なかったりとか、あ、そうね、あとコンビニあったとしてもヘルメット取らなきゃコンビニ入れないから、あ、そうだね、不審者になっちゃう、なんか、ね、襲いに来た人みたいな感じになっちゃうもんね。そうそうそう、だからそれが結構めんどくさいっていうのもあって、うんうん、え、じゃあ、うん、おむつ履いてみるかみたいな。おむつ、おむつ、なあれ、ゆうちゃん何歳でしたっけ？え、ムーニーマン履いてるってこと？あ、メリーズ、メリーズパンツとか、ムーニーマン、ムーニーマン愛用者なの？マミーポコパンツじゃなくて？確かムーニーマンだったと思う。ムーニーマン、あの小学生、5、6年生用ぐらいのパンツ。あ、で入るでしょ、伸びるから。それが一番ぴったしで、へー、ただ私お尻すごいちっちゃくて、うんうんうん、だからあのぴったしなんですけど、はいはい、やっぱ脱ぎ着するときはちょっと小さいか伸びが悪いかな。そうなんだ。だからちょうどいいサイズのおむつが、うん、なかなかなくって。おむつね、なんかバイク実際乗りながらおむつ履いてる写真あるってさっきほんとチラって楽屋に言うと聞いたんだけど、なんか出してもらっていいですか、スタッフさん。これですね、このおむつ柄が見えないですね、これ。あ、でもね、メリーゴーランド、あ、木馬か、なんかちょっとね、メリーゴーランドだけど、これムーニーマンなの？いや、これは海外の、海外のね、そう、大人用のおむつです、これ。やっぱりそうなんだ。だって日本のおむつこんなおしゃれじゃないもんね。あ、でも可愛いんですよ、最近のとか。可愛いの？ポケモンとか書いてあるの。あ、もうほら、おむつ履いてた時代って覚えてないじゃん、我々、ね、めっちゃ可愛いんですよ、うん、これ。そうなんだ。でもなんかさ、店パンみたいな感じで、この写真は可愛いよね、めちゃくちゃ。そう、ただこれはめっちゃでかくて、でかそう。パンツ、あ、じゃあ、ズボン履けないです、これ。あ、え、だからスカート履いてんの、これ。そう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 。でもそれさ、おむつの域超えてるよね、完全に。なんか完全になんかそういう用のおむつみたいな。あ、そっち系。そう、あ、な感じ。デザインも含めてちょっとなんか実用っていうより趣味っぽいかなみたいな感じ。でも吸水性はあるわけでしょ。ありますね、普通にあります。おむつとしての、うん、普通にある。機能は果たしてるっていう、うん。え、でもさ、我々トイレトレーニングをされた大人じゃん。そうですね。出そうと思って外で出せます？それが私、その高速でめっちゃトイレ行きたくなって、うん、それこそその SSTR の時にすごい行きたくなって、はい、漏れるってなって、その時履いてたんですよ、うん、はいはいはい、無理でした。出ないよね。出なかった。出ないよね、そんなそんな簡単に今ここでしろって言ってさ。そう、人間ってそんなに出ないんですよ。出なかったの。これバカリズムさんも言ってたもん。うん、ただその後にちょうど履いてない時にガチでヤバくなった時があって、コントロール効かなくなってるやんか。ガチでヤバくなった時があって、その時は履いてなかったから、うん、もうどうしようもな、もう我慢するしかなくて、そうだね、どうしようもなかったけど、あの時だったら出たかもしれない。あ、なるほどね、うん、ちょっと慣れみたいなのが、慣れもあるだろうし、うん、あとその限界値がなんか通常限界っていうよりかは、はいはいはい、なんか大量にこう水とかお茶とか利尿作用のあるものを飲みまくった後に、うんうんうん、もう我慢できなくなる時ってあるじゃないですか。あ、もうどうしようもこうしようもない時、そういう感じの生きたさだったから、はいはいはい、それだったら出るんじゃないかな。確かに。え、でもバイクでさ、このロングツーリングとかやっぱしてる人いるわけだからさ、うん、なんかやっぱおむつ愛用してる人他にもだっているでしょ。どうなんですかね。でも私はだから逆におむつおすすめだよっていうのを、うん、広めたい。だしね、私も今の話聞いて別にね、お、この変態がとか思ったわけじゃないのよ、全く。そう、なんか普通に使えた。あと、あの、例えばライブとかでも、うん、ライブトイレ混むじゃないですか。そうそうそう、意外と使えるなって思って。そうだよね、そうそうそう、大人用おむつみたいな。そう、だサイズがね、どうしてもちょっとない。でこのぐらいの、うん、こう大人20歳とか30代ぐらいとかの人が、うん、こう気軽に履けるパンツ、はい、サイズがちょっとあんまり少ないかなっては思いますね。
私さ、すごい電気グループっていうあの、はいはいはい、音楽バンドが好きでさ、そこの DJ の石野卓球さんって人が大好きなんだけど、うん、卓球さん DJ で結構長めに回すのね、いつも、うんうん、すごいイベント6時間ぶっ通しとかでやってるのね、うんうん、で海外でもやっぱ回してる人なんだけど、その人がその離席どうしてもできない時におむつ使ってるっていう、やってる、そうそうそう、でやっぱ海外で DJ される方だし、もちろん男性だから、うん、おそらくさっきゆいちゃんが、うんうん、あの画像でやってたアメリカとかの使ってるんだと思うの、はいはいはい、多分竹さんも小柄なんだけどやっぱ男性だから、うんうんうん、だからそういう音楽シーンとかでも実際使われてるとは言うから、うん、なんかそのバイク界隈とかでもそうだし、だからなんか広まるといいよね、大人用の、そうそう、みんなだからそのなんかそういうちょっとなんか嫌だなみたいな、ね、なんか思う人はやっぱ多いと思うけど、用途的には使ってみたら意外と、うん、あれ別に便利じゃんみたいな、そうなんだよね、うん、そのめっちゃそのフェスとかもさ、トイレ激混みするからね、あの外でなんかそのね、あのトイレするってない、ないのは高けれど、うん、でも実際あったらあったで結構便利っちゃ便利なんだよね、捨てればいいだけど、緊急事態にはね、うん、絶対あった方がいい、いや本当どうしてもこうしてもトイレ仮設で作れない場所とかもあるからさ、それ考えるとなんか今の話聞いてて、なんかもっと広まればいいなと思った、だからちょっとね、結構おすすめなんですよ、バイク界隈面白いね、聞いてると私が多分そっち疎いからさ、なんかバイク界隈が面白いっていうよりかは、多分バイクに乗って新しい発見ができてるっていう、確かにね、感じかなっていう、視点の問題だね、完全に、でも近くに私バイクでやってる子、しかも女の子なんてさ、めったにいないから、今日めっちゃ面白い話聞けた、いやいやいや、50分じゃ足んないかもしれない、結構あっという間ですね、でしょうでしょう、これまた多分来てもらってさ、多分そのゆいちゃんの活動もさ増えていくから、なんか適宜ちょっと来てくださいよ、はい、ありがとうございます、また来たい、来てくださいよ、また来たい、そんなこんなでだってもうね、あと番組終了までちょっとあとわずかなんだけど、ね、あっという間ですよ、ね、えいろんな活動してるから、ちょっとなんか告知とかあったらどうぞ、じゃあ、今、うん、そのバイクで YouTube をやってて、お YouTube やってる、そうなんですよ、で、はいはい、まだやり始めたばっかりで、あの編集とかもね全部自分でやってるから、あ自分でやってるの、そう自分でやってて、あこれですね、そう iPad で編集してるんで、はいはいできるねあの重いんでそんなにクオリティはね、うんうん、まだちょっと高くないんですけど、このチャンネルをやってるので、はいはい、よかったら見てみてください。どんな感じの内容なの？なんかバイクでいろんなところ行ったりとか、うんはいはい、あともうなんかバイクでどっかに行って撮って、あ、うんうんうん、でそのままつなげてみたいな、はいはいはい、バイクわかんない人でも見れる、これは、あ全然見れます、あ本当、うん、初心者さんでも見れるんだ、あすごい、チャンネル登録者500万であと3人とか、配信もやってんだね、普通の配信もやってます、あでこの前の SSTR のやつも、うんうんうん、あの上げてるんで、いいねこれ、ゆうちゃんファン第一入門として、ちょっとぜひ皆さんバイクの人のリアルとかっていうのもね載せて、そう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 、あのね結構やっぱ DM とかね来るんですよ、 DM 出た、そう DM 出た、変な DM 来るでしょ、変な DM 来るんですよ、絶対来るよね、その辺とかはちょっと載せてるので、載せてるんだ、なんか私みたいなことやってるね、はい、変な DM 来て成敗するみたいな、このラジオとかでもやってるしさ、記事でもさモザイクかけてなんか、うん、あのスパの記事で返答するみたいなことやってるけど、うんうん、あの人たちすごいよね、ネタを提供してくれるんだもん、私たち、そうなんですですよ、ね、だからね、あのちゃんと取り上げてますよ、本当なんかうちの番組に来た理由が分かった気がする刺激いっぱいだっていうのこういうとこなんだろうなゆいちゃんの、いやいやいやあとなんかあれ SNS のアカウントとかやってないの？そうですね、ツイッターあのいろいろやってるんですけど、うん、メインはツイッターやってて、他もね TikTok とかインスタとかもいろいろ全部やってるんですけど、ツイッターで全部ツイッターやってるそうです、飛べないかもしれない、今ちょっと飛べるようにしときます、まあでもこの水瀬ゆいちゃんってね、あの特徴的な感じでこの文字いびれたら一発で検索出てきますからね、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします、へバイク系音声制作アカだって、はい、すごいかっこいいね、このねトップ画像も全部ね、そうなんですよ、何書いてんの投稿、あなんか、うん、ツイートですか、ツイートどんなの書いてんの、ツイートは普通、なんか普通にいろんなあの写真載っけて、うん、なんかその日の
出来事とか、出来事だったりとか。あ、そうなんだ、うん、なんかあのアンチのさ DM とかわけわかんない DM 来て晒してないんですか。晒してますよ。晒してる。あ、なんかどこまでも同じだね私と。晒しても、そんなのはねちゃんとね消化してあげないと。消化しないとさ、かなってほしいだけだからさ。そうそうそう。あとなんかわかんないけど、そういう変な DM 来ましたっていうのをさ取り上げるとさ楽しむ、うん、なんかその人たち、外野の人たち好きだよね。そういうの取り上げるとなんか面白いとか普通に飛んでくるからさ、やっぱりみんな来るんだね、うん、でも同じですよ。バイク界はしょうがないね。でも多分女の子、女子人口少ないから少ないしさ、うん、なんかちょっとおじさんたちもなんか下心出ちゃう人多いんだろうね。そういう、そう、出さないでほしいけどね、うん、本当でも男性比率の方が高いからね。そうだね、どうしても、どうしてもこうやって若くてさ可愛い子来るとね、あのわってなっちゃうんだろうね、おじさんたち。ねえ、そんなね、くれぐれもツーリングする際は気をつけて。いや、変なおじさんいっぱいいるんで。そうですね、まあ、事故も気をつけないと。あ、そうだね、危ないから。じゃあちょっとさ、あの次回来てもらうまでに多分いろんな経験積んでると、はい、ね、恐らく、ね、増えてるかなって。増えてるよね、うん、多分まだなんかおそらくさ言えない告知とかもいくつかあるとは思うのよ。私もそうだから。そうですね、そうなの。だからそういうのは適宜あの YouTube とか、そうですね、あの X とか見てもらえると、うん、あのゆいちゃんの動向が分かるらしいので、はい、ぜひチェックしてみてください。そうなんですよ。ファンクラブもファンティアもねやられてるから、はい、あの Twitter の方で飛べるみたいなんで、はい、よかったらファンの方とかね、ぜひしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ゆうちゃん、今日は長々と珍獣大集合番組にお付き合いいただいてありがとう。もう君は檻の中の動物と同じだから、また来るんだよ。また来るんだよ。いや、楽しかったです。ありがとうございました。では本日はここまで。本日はですね、あのかわいいかわいいバイクと歌い手をやっているあの皆さん、ゆうちゃんにご登場いただきました、はい、また来月も聞いてね。バイバイ。バイバーイ。